はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の証明シリーズ第5弾をお送りします。で、今回は大きな問題の中に証問が2問あるタイプになりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいのがあれば、今からね、自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ、いつも通りね、こう画面下げてから解説ね、始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、ひとまずちょっとね、画面下げますのでお待ちください。いくよ。あ、ごめん、よいしょ。ちょっと待って、ちょっと行き過ぎた。これいいかな。よし。で、いつも通り問題文、外してしまいますので、まあ見ながら、解説聞きたい方は、パソコンなら別タブで開いてもらったりとか、あとツイッターの方では画像に上げてますので、ちょっとうまく対応してもらえたらと思います。よし、じゃあ行きましょう。まず1番が証明なんだよね。で、まあ図がありますと。で、円 O の円周上に ABC、まあ円周ね、円の周の上に乗っていて、AOC がまず90度です。ここですね。ここ90度になってます。で、B における円 O の接線と線分 OC との交点を D。だから、この BD、こいつ接線なんだよね。で、これがちょっと後で効果を発揮します。で、次、線分 OA の延長上に EO イコール OD となるような E を取ると。だから、まあ、ここ。ちょ、これでいこうか。これですね。EO と OD。これが同じになります。で、E から直線 OB に垂線を引いて、その交点 F。だから、ここ垂線なんで、ここ垂直。これで OK かな、情報としては。はい、ということで、じゃあ1番、まず EF イコール OB ですね。まあ、ここです。ここイコール、ここの OB をやりたいと。で、まあ普通に長さ計算してとかでは厳しいので、やっぱ合同でね、求めていきたいと。で、まあ見てわかるように、こう三角形がそんな種類がもうないので、この三角形、まあ EOF、これと、ODB、まあここで勝負していきたいなというふうになります。で、こっちに書き出してあるんですけど、この ODB、ここね、これ、そのまま乗っけてあります。で、この EOF は、これをパタンって倒した感じね。つまり、EOF か、まあ、これが対応する場所というかなります。2つね。で、こっから合同でやっていくんですけど、じゃあ3つアイテムを揃えたいと。で、まず大事なのがここ90度なんだよね。ってことはここも90度になってるはずだと。ここね、つまりここで、これがポイントで、ここ90度なんですよ、結論から言うと。で、なんで90度かっていうと、これ垂線だからなんだよね。垂線じゃない、ごめん。接線。間違ってしまった。そんなに頻繁に出てこないんで、結構忘れちゃう子も出てくるとこなんですけど、接線があります。ここ B 接点なんですけど、まあ中心から、まあ、接線に、まあ接点に向かって線引きますよね。必ず接線とその線は垂直に交わるんです。これ必ずね。で、まあそれを使って、まあ90度って言えるから、あ、これ両方直角三角形なんだっていうことができます。つまり直角三角形の合同条件で攻めることができると。で、あと、OE、ここ。こことまあ OD。この部分が同じって言ってくれてるんで、まあここですよね。EO と OD か。もうこれ過程で一緒だと。だから、斜辺が同じって分かってるんで、あとは一辺、もしくは一つの鋭角だよね。あと一箇所分かればいいと。で、それをどうやってやるかっていうのが、まあ、ポイントになります。で、結論から言うと、これはですね、ここです。ここね、つまり。この角度と、ここなんで、ここが同じになります。で、作戦としてどう持っていくかっていうと、今、こっちのバツ、こっちの方が分かりやすいかな。ここ90度ですよね。ってことは、このバツの部分って、90度から、ここの AOB。ね、この角度 AOB ね。これを引いたものと一致しますよね。このバツの部分。90、お前、90から AOB を引いたらバツが残るよねって。で、こっちのバツです。ここ。今、三角形ありますよね。三角形の内角って中の角度。全部足したら必ず180度です。で、今、一箇所90度使ってるから、残りの2つ足したら90度ですよね。90使ってるから。
ってことは、残りの90度から、ここの AOB を引いたらこれになりますよね。90使ってるから、あと90度しかないと。三角形の中に。で、90度から、この AOB、ここね。を引けば、×が残る。つまり、ここも、90度から各 AOB を引いたのと同じだと。あ、同じじゃんっていう。だから、この×の2つの部分は同じですよねって。よし、こうなれば、直角三角形において、斜辺、ね、斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいから、あ、合同って言えるじゃんと。いうのがわかるので、あとは書くだけ。っていう感じ。ちょっと書くのがめんどくさいですけど、ここは。ちょっと頑張りましょうか。じゃあ行きます。まずね、宣言しましょう。三角形。どうしようかな。EOF でいいか、順番。EOF と三角形。この順番なんで、ODB。ODB で。ね、で、あ、いいか。よく言いますけど、ここ合同マーク使うとね、一瞬で×食らいますんで、お気をつけてください。じゃあ書きやすいのからいきましょう。まず、縦ですね。ちょっと書く量多いんでちっちゃい文字でごめんよ。もしね、パソコンでね、やってる、見てくれてる方は、画面表示を大きくしてください。見にくかったらね。縦より、EO イコール OD。これはまた1番だと。これ1個アイテム OK だね。じゃ次はどうしよう。垂直いっとこうか。で、こっちだね。ここは縦で書いてたんだよね。垂直だって。待って、探してるからね。あ、垂線引きって書いてるから、まあ、垂線よりでいいか。まあ、過程でもね、まあ、書いてあることなんで問題ないと思いますけど、垂線よりここ、各、EFO、イコール90度、2番。で、もう一個、ここですね。BD は垂線よりがいいかな。垂線じゃないよ、接線。BD は、接線よりここね、 BD が接線だからここの丸も90度ですよっていうことが言いたいので、OBD 90度だから2番と3番合わせてしまって2番3番より各 EFO ここね、こことここ各OBD 両方とも90度ですよって。今これ2個目のアイテムが揃えました。で、最後の1個ですね。まあ、さっきやったことなので、まあこれ書き方ね、まあ任せる、まあなんだろう、絶対同じなきゃいけないってわけじゃないんですけど、まずじゃあこっちからいこうか。こっちの三角形ね、三角形の内角が180度なので、まあ、三角形、EOF か。内角は180度より、ね、ここ内角が180度だから1個90度使ってるってのがわかるので、どこだ？ここだね。角 FEO イコール90度マイナス各 AOB となりますと。これ5番ね。で、もう一個、こっちですね。まあ、ここが垂直だからってことを言えば分かりやすいので、各 AOD、各 AOD イコール90度。ここね。これが90度だから、ここが、90から AOB 引いたものって分かるので、各、もう間違いそうだ。FEO ですよ。こっち BOD か。各 BOD イコール90度から AOB 引いたもの、今ここのことね、 AOB、 あ、で、90度から AOB 引いたものがここですよっていう。で、5番と6番合わせて、各 FEO、 今これね、これとこれが一緒って言いたいんで、 FEO イコール各 BOD ってのが分かりましたと。で、自分はですね、結構番号いっぱい振っちゃうタイプなんですよ。なんで、こうやって細かく書きますけど、おそらくみんなの学校の先生とか、まあ、塾の先生とかわからないですけど、慣れてる書き方があると思います。なんで、そっちに合わせちゃっても大丈夫です。ただ、丁寧に書いて損することはないので、
まあ時間を損するけど、ちょっとね。そう、まあちょっと丁寧に書いてますけどね。で、最後結論を持っていきましょう。結局言いたかったのは、あと使うアイテムは1番ですね。ここと90度とこれですよね。147。なので、これギリ入る？あ、これで俺か。7より5度条件。まあ、直角三角形。まあ、一回分かってるのに入ってるから。斜辺と一つの鋭角が等しいので右行こっか、等しいのでまず合同が言えましたと。ここで初めてね、合同マークを使うことができます。 EOF と三角形 ODB と。でも今回の結論はこれではなくって EF と、OB かだね、が同じだから、まあ対応する辺より最後 EF イコール OB 言うことができましたよと。これで終了となります。もう1番でね、板書埋まってんじゃんって話なんですけど、いいかな。まあ途中でも話しましたけど、これかなり丁寧に書いた書き方になります。でもまあ丁寧に書いてこう減点食らうことはないので、ひとまずまあこういう情報が書いてあれば大丈夫だよというふうに、ね、判断してもらえたらと思います。で、2番行きましょう。で、ちょっとこの辺使わないんでカットしていいですか。で、ちなみになんですけど、最初に言えばよかったかな。2番はですね、三平方の定理を使います。今これをアップしてる時期はね、まだ習ってない子も結構いると思うんですよ。で、ちょっと先にちょっとここで言わせてもらっちゃったんですけど、すいません。先にね、使っちゃうんですが。2番。で、三角形じゃない。四角形 AOCB。AOCB なんで、ここですね。この四角形の面積が11なんです。11平方センチメートル。面積がね。で、AO の半径が3ルート2なんで、ここ3ルート2ですね。で、ここも3ルート2です。ちょっと待ってね。面積11ですね。で、この時に、点 B と直線 AC との距離を求めなさい。っていう問題。で、なんで今回取り上げたかっていうと、まあ、この証明もね、接線使うんで取り上げたかったっていうのもあるんですが、この2番の出題の仕方が面白いなと。あんま見ないんですよね。この点と直線の距離っていう言い方。例えば、これが、じゃあ、線分 AB の長さを求めなさいとかだったら、あ、ここ求めるんだねってわかるじゃないですか。でも、B と AC との距離って言われた時に、ピンとこない方も結構いると思うんです。この表現の仕方。で、結論から言うとですね、ちょっと切っていいですか？どうせ後で切るので。こう切りますよね。で、この三角形 ABC。ちょっと拡大しますよ。こうなった時に、点 B ですよね。B と AC との距離っていうのは、ここに垂線を下ろした時のここが距離です。つまりそこを求めたいんです。っていうとこをまずピンと来ていただきたいと。で、実際どうするかっていうと、今ね、これ全体11じゃないですか。切りましたよね。切った時に、こっち側の三角形、底辺3ルート2、高さ3ルート2、だからすぐ面積求められるんですよ。3ルート2かける、3ルート2かける2分の1、三角形だからね。ってやると、3ルート2と3ルート2かけると、18です。で、それに2分の1かけるから9ってわかるので、こっちの細長い面積が2ってことがわかります。残りがね、2なんです。で、今これをちょっとこっち持ってきますね。まあ、みんながわかるようにちょっと、いや、あんま変わんなかった。こうなってるときに、これ面積2ね。で、ここ求めたいから、じゃあここ X って置いとこうか。で、今分かるように垂直なってくれてるから、じゃあ、あとさ、ここの長ささえ分かれば、底辺かける高さ x かける2分の1が2って計算と式が持ったら作れるんだよね。
じゃあこの長さ欲しいなってなった時に、ここで三平方の定理使います。三平方ね。で、三平方の定理っていうのはざっくり言うと、直角三角形の時に発動できる技のことで、斜辺ありますよね。これじゃあ、ABC って長さ置きましょう。斜辺の2乗は、残りの辺を2乗して、こっちも2乗して、足したものと一致します。いい？で、それで使っても求められるし、これ今、特殊で、直角二等辺三角形なんですよ。三角定規ですね。なので、1対1対ルート2が使えるんですが、本当は早いんだよ、そっちの方が。早いんだけど、今回ちょっと意図的にこれ使います。三平方定理を。まあ、習ってない方もいるかなと思うので、1対1対ルート2知ってる方はそっちでやってください。なので、意図的に使っていくと、じゃあここ、一応 Y って置こうか。ここね。ここです、今 Y は。斜辺の2乗イコール、これの2乗。だから18。足す、これの2乗。18。これが一致しますよって。で、18足す18は36です。で、左辺、こっち側の2乗を消すよね。消す代わりに、こっちにプラスマイナスルートをつけるのがルールです。で、ルート36っていうのは6と同じなので、プラスマイナス6になります。けれど、長さにマイナスなんてありえないので、だから Y は6、つまりここの長さは6でした。っていうのがわかります。三平方の時はすごい便利なの。直角三角形出てきたらね。で、もしさっきの1対1対ルート2が気になる方は、本編でも動画撮ってありますんで、そこで見てみてください。三平方の定理っていうシリーズのとこでね。で、話を戻すと、6って分かりました。ここが垂直になってくれてるおかげで、底辺かける高さがね、成り立つと。だから、底辺かける高さ X ね。かける忘れず三角形2分の1です。で、それがさっき言ったように面積がもう2になるって分かってるから。だから、あとこれ計算して、こっち 3x です。で、両辺3で割れば、x イコール3分の2。つまり、求めたかったのは3分の2で距離なんで、まあ、センチメートル使ってるもんね。一応つけておこうか。センチメートル。これが答えになります。いいかな？では、今回は高校受験対策動画の証明シリーズの第5弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続きまた証明シリーズ撮ったりとか、まあ、別シリーズ撮ったりとか、あと他の科目のね、普通の動画も撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、ご利用ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。